ましてカズです。はい、どうも皆さん、こんにちは、カズです。ただいま自分はアラブ首長国連邦のドバイにいるんですけども、皆さん知ってました？ドバイは国じゃなくて都市なんですよ。ということでですね、ただいまこのドバイという国で、国じゃなくて都市なんですよ。ドバイに観光来た人たちが、何するかって言ったら、多分結構ねショッピングモール行く人がね多いっぽいんですよ。っていうのもドバイって有名なショッピングモールとかめちゃくちゃあって、そこでね結構ご飯を食べたり買い物をしたり、もういろんなことができるんですけども、ドバイのショッピングモール実はこれめちゃくちゃ面白くて、調べると水族館みたいなのが中にあったりだとか、めっちゃおもろいなと思った一つが、水族館の中のサメと一緒にダイビングできるみたいなところがあったんですね。それやりたいと思って調べたところ、1人5万円かかりましたね。すいません、カズレフ、それは金欠です。ちょっと5万円は無理だな。ただしですね、サメとのダイビングに全くと言って劣ってないすっごい場所があります。ただいまですね、エグジットジャックマネージャーのタイツさんといるんですけども、今気温どんぐらいですか？42度。今日42度なんですよ。体感46。それが46も言ってる。Google では書いてあった。うやばい。そんな中でですね、ドバイをここまで過ごしてきて思ったんですけど、ドバイっていう国はね結構お金をかけて自分らで作った場所とかを遊びとしてなんかみんなやってる感じがするんですよね。やっぱ作られた街ですよねここ、そんな感じで、ドバイほどの金持ちの国になったら、この45度、これどうにかしたいという思いがあるんでしょうね。なんとですね、この45度の国でスキーができるそうです。やばくない？はい、普通に考えて45度の猛暑の国ですよ。ここでみんな鬼スキーができるんですけど、さっきねショッピングモールの話したじゃないですか。なんでショッピングモールの話したかというと、なんとそのスキードバイのショッピングモールの中にあります。拍手ということでですね、皆さんもう45度で早くオープニングを終わりたいので、皆さんにバンとショッピングモールを見せたいと思います。もう明らかにあそこだなっていうとこが見つかりました。こちらがモールオブエミレーツショッピングモールです。バーン。はい、皆さん分かりますか？あそこのどう考えてもあそこはスキー場のとこっすよね。でこれカメラで大きさ伝わるか分かんないですけど、めちゃくちゃでかいんですよ。東京ドームぐらいだね。いやマジで本当東京ドームぐらいあるっすね。ぐらいがスキー場になってて、自分地元西東京ですけど、そっちのもっと奥の方にある茅山スキー場、室内スキー場あるっすけど、あんなんとは比べ物にならないような世界が広がってるらしいんで、ドバイのショッピングモール、そこもね軽くみんなに見せつつ、この45度の国に作られた雪国を皆さんに届けたいと思います。それではショッピングモール、行ってきましょう。はい、ということでショッピングモール来たんですけど、すごいね、やっぱドバイのショッピングモール。一番右、レンジローバー、なんかもうベンツのえげつないやつ、なんか B って何？んで、あのマイバッハからの BM、 もう違うです、間違えました、来る国。それでは、中入っていきます。いやー、やっぱドバイ来て思うんすけど、ああいう頭にターバンでしたっけ、ターバン巻いた人たちがいっぱいいて、やっぱおもろいっすよねこの国。いろんな人種が本当に集まってる。いや本当っすよね、ここパッて来たらどこの国か分かんないっすもんね。ほらリアル。うわ、見てください皆さん、テスラだ。新型のテスラ。え、新型なのかな。え、普通のテスラじゃない。何これ、なんすか。イーロンマスクがツイッターで上げてたテスラですか。やば、いいな、俺も中撮ろう。ハンドルすげえ。これちなみにタイツさん、これいくらですか。出た、もうそっちのタイプだ。本当に高いものって値段書いてないですからね。うわー、すげえ。え、やばい。はい、ということで、これ日本にもあるっすよね。はい、日本で食べたことないっすよこれ自分。なんか太一さんがここ好きということで、アフタヌーンティー、アフタヌーンティー、ドーナツ、これ重ねて、ちょっと難しいですけども、まず頼んで食べていきたいと思います。はい、ということで来ました。ドーナツ4つ、これとこれです。
これとあとカフェラテとコーヒーで、これでいくらですか？2300円ぐらい。自分これ日本で食ったことないですけど、日本より高いですか？倍ぐらいじゃない？倍はやばい。なるほど、じゃあ食べていきますか。これを食べてスキー場に向かいたいと思います。タイさん、スキーやったことありますか？あるよ。そうだ、タイさんは北海道の人でした。すごいな。もともと学生時代やってたのが何でしたっけ？スケート。誰もいないです、知り合いで。フィードスケートですよ。うん。じゃあ、スキー時代いつぶりですか？今年の1月にモンゴルの撮影でスキーした。でも海外系おもろいです。だからちゃんとカメラ持って並走できる。マジで助かる。じゃあ問題は自分か。じゃあ自分の方が問題ですね。そう、多分スノボーも最後にやったの4年前とかなんですよ。でスキーに関しては小6の移動教室、スキー教室以来。まあまあ自分ぐらいになったらね、余裕でいけると思うんで。じゃあスキー場行きますか。行きましょう。はい、ということで、食べてきて今から行くんですけども、数年ぶりのスキー、スノボー、わかんないですけどやるということで、まずね、見て、まあ普通のショッピングモールじゃないですか、言うて。この中にもうドバイは作っちゃいました。それが皆さん見てください。早速行きますよ。こちらです。やばくないですかこれは。室内でリフト走ってる。あれしかもあれでしょ、スキー、ボブスレー。そうなんですよ、なんかボブスレーとかもあるらしくて、もうとりあえずこれ見てるだけでももったいないから、入ってどんどんやっていきましょう。行きますか。なんかさ、タイの方とかがさ、はい、北海道に行って雪見るのが夢なんですみたいなさ。ちなみに自分もアメリカでサウジアラビアの子がいたんですよ、友達。サウジアラビアもドバイのすぐ近くじゃないですか。だから雪なんて知らなくて、アメリカで雪降った時超大喜びして超遊んでたんですけど、ドバイになるとそれをお金で作っちゃうと。じゃあちょっと受付とか行って行きましょう。なんかえ、すごくない？上ボブスレー、あとチューブラン。じゃあちょっとチケット買っておきますか。はい、ということで入ってきました。えぐい寒い。普通にすごいですね。寒い。しかも雪も、わ、マジだ、シャーベットだ。サラサラで冷たいですけど、結構広いけど奥まであるんですね。じゃあちょっと、4年ぶりぐらいのスノボ、じゃあまずは上行きたいと思います。とりあえずまずい。履き方すら忘れた。あ、いいのこだ。え、これってつま先ですか？こっち？こんなんでしたっけ？まあ、どうでもいいっすね。行きますか。さあ、リフト登りに行きましょう。はい、ということでリフト乗ったんですけど、今ね、ちょっとなんか色々起きて乗るの手こずってたんですよ。それからですね、リフトめっちゃ止まりまくるの。で、なんでかなと思ったら、スキーを持ってきてなかったりとか、リフトのこの安全バーを全然下ろさない人がいたりとか。ああ、またこれなんでかなって思ったら、多分この国、まずスキーこれここでしかできないから、みんな知らないんでしょうね。そうだろうね。あの人とかスキーブースとかも入ってないですよ。これリフト乗るだけのアクティビティもあるって書いてあったから。あ、このリフトがアトラクションになってるんですか？そうそう。すごいな。さあ、ここ大事。おおおおおおい、第一段階クリアです。あー、大佐、自分がこけるのを待ってますね。結構高い。えぐいぞ、みんな。あ、ではこれ、ここ閉めるやつ壊れてるんですけど。マジで？まあ、いっか。え、よくないだろ。やばい。え、もう行っていいですか？いいよ。え、どっち行くんですか、右左？まあ、最初左側で。すまない。うまいじゃん。いやー、いける。普通にうまいじゃん。いや、当たり前ですよ。え、なぜなら、なんかムカつくわ。なぜなら、風ライフですから。
てか普通にうまいじゃん。いやいや、まあ、風ライですからね。頑張れ。てか手袋が薄くて指が寒い。いや、めっちゃわかるっす。結構違いってみる。あ、こっち行きます。あ、確かにいいっすね。一気に下まで行きます。いいよ、全然。あれやば、北海道市余裕だな。いや余裕じゃないよ、別にその滑ることはできるけど、はい、曲がったりとかさ、プロみたいにできないし。ああ、いや楽しいな、久々。ほい。おお、よいしょ、楽しい。どうやって行くっすか。かっこいい、なんかスキーかっこいい。自分とかできるからってちょっと何。え、普通に降りる。あ、違う。あ、いいですよ、こうやって焦げたら、この手持ち棒が折れるっすね。あー、やめてるとこですか。さあ、タイさん、行きますか、ドバイの雪山を。びっくりしました。なんでか分かりますか。風ライフだからです。すごいじゃん。え、ビビりました。西東京なめてた。いや、西東京はこんくらいでできないですよ。ほぼ雪山が地元にあると言っても過言ではない。じゃあラスト滑ります。 Hello? 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 You from here? Yes. Oh. Where you from? Japan. Do you know Japan?ああ、よかったよかった。初めての人かと思った。日本を知らない。えサッカーのチーム応援してるとこあります。横浜。サッカー。おい、Do you know 横浜? We beat them in the finals. And then we beat the finals. あ、F マリノスでしたっけ。サッカーわかんない。横浜 F マリノス。ああ、え、F マリノス知ってる。すごい。サッカー好きなんだ。How old are you? 11. わあ、かっこいいな。イケメンじゃないですか。将来すごいサッカー選手になるかも。 You play football also? 日本対 UAE で見るかもしれない彼を。こう覚えとこう。 Why do I go to you? Oh, okay, next ね。バイバイ。バイバイ。かわいい。一人？すごいな。じゃあこれでスキーはラストなんですけども、こけることはないということで、最後楽しんでいきたいと思います。よいしょ。じゃあスキー以外の別のとこ行きますか。行ってきます。はい、ということで、カズエ君のスキーこけるところ、今日はお預けでした。はい、あ、スノボだった。ただしですね、次回はまあカナダの山奥とかでできたらなと思っております。ということで、スキー場の隣にももっとアクティビティあって、見てください。
本物のペンギンですよね。なんかここでは他にもね、いろんなことができるらしいです。ボブスレー、スノーバン、ジャン、バンパー、スライディングヒル、チュービング、ゾロブボール的なやつです。いやもう楽しんでですね、大佐も。よいしょ、グッジョー。頑張って自撮りしてんのに砂をかけられるお姉さん、最高ですね。すごいよ、見て。そういえばここ右ショッピングモールでしたよ皆さん。やばいな。いい、この子多分雪食ってるっすね。雪を拾ってお母さんにバレないように拾って、お母さんが見てないか確認してパクッパクッ、雪拾ってお母さんを確認して見てないところでパクッ絶対悪いことだはい、ということで食いしん坊の女の子を通り過ぎ最悪まだ何するかを伝えて疲れたあの5メートル来てください。はい、まああんな感じですね。今からチュービングをやります。あ、いたえ、クッション性ゼロ。え、もう行くんすか大谷さん、もう行くっすよおーおーおー、あ、やばいやばい、早い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 、これあーおーい、面白い。これはまあまあですちょっと楽しい。昨日一昨日と刺激あることばっかりしてきたからさジェットコースターとかさ、はい、まあこんな程度で最高は言えないですね。ということで続いてもっと面白そうなのこれです。あ、これはちょっと面白そうじゃないですか。やったことないこれ。でもよくあるっすよね、いろんなところにこれあるあるある。自分やったことないですけど。ああ、いや本当だ。じゃあ乗りますか。じゃあ行ってきます。どうなんの？もう、オッケー。お、すごい。これやばい。ちょっと待って、これ超楽しい。これめっちゃ楽しい。やばい、死ぬかと思った。普通に一回ぐらい死ぬかと思った。あ、大佐です。やばい、これ思った5倍激しい。めっちゃ強く5回ぐらい殴られたダメージが残る。これ意外とおもろかったっす、ね、意外と面白い。これいいわ。ということで最後のアクティビティはこちらです。これやばくないですか。泣きそうになってるっすよ子供。で、めっちゃ嘘だよ。で、ドバイって結構アクティビティのイケイケ度結構高いっすよね。高いね。最高だ。事故ることあんま考えてないよ確かに。多分まあ事故ってもまあ保険で賄えるでしょ。じゃあ行ってみます。すげえこれ。競争しようやん。あ、競争しますか。いいっすね。やっぱりはい、学校出席で卒業してるから。ああ、ここでお食事がありました。 お食事がめちゃくちゃ食事でした。すいません、太一さんのお話よりもお食事が大事でした。何ですか。あの、ソリ早く走る専門学校出席で卒業してるからさ。はい、大学じゃなくてさ、専門学校だけです。2年間で学んだそこからどうやって海外系 YouTuber のマネージャーになったんですか。いや、そこからオリンピック目指して海外に行って世界で一人滑ってみてえと思ってやっと今回ドバイに来れた。うわー、さあ大地さん、いけるんすか。こっちの連台どっちがいいですか。手前。おー、わー、
together. さあ、行きます。More than a little bit. More than. More than. Okay, hands cross. Hold your hands. Come on. Together. よし。Okay, lie down nicely. Yeah, let me go down a little bit. 出ちゃいそう、出ちゃいそう、もう。One more down. Down. Hands cross. Cross your hands. 落ちそう、落ちそう。あ、そうだな。うわなんかあったよね、今。あやべ、これ楽しい。待ってください、今多分なんかあったっす。マジ頭打ったか知るような。あ、これもう終わりなのかな。最高すぎた。はい、ということで、まあ、今のレースは、まあ、ビデオ判定をつけたところで、カズヤライフの勝利ということで、タイさん、はい、コーヒーを奢ってください。逃げんの早すぎ。あ、楽しい。はい、お疲れ様です。ということで今日はですね、ボールオブエミレーツっていうところにあるショッピングモール内のスキー場に行ってきて、めちゃくちゃ遊んできました。皆さんどうだったでしょうか。ということでですね、まあドバイは本当にもともとここ砂漠だったんですよね。でその中にもうバン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 こうやってビルを建てまくってできた、いわゆるお金をかけて作り上げてきた国ですから、そこにスキー場ができたということですけども、まあでも一緒にあそこにいた人たちを見ると結構楽しそうでしたよね、うん、みんな。まあ普通にこの国で雪が降るなんてことはありえないからこそ、まあ物珍しさとか、みんな楽しんでてすごいいいなと思います。そうやってお金持ちの国ということで、お金を使ってね国民を楽しませる、まあいい国ですよね、よく考えたら、そう考えたら。はい、ということで日本ではね、あの嬉しいことに春夏秋冬と4つの季節があるからめっちゃいいんですけども、ここの人たちはねもうほぼ夏、まあ、冬もあるんだろうけど、まあ僕らからしたら夏みたいなもんだと思います。その中で雪を見ることのない人たちの中に混ざってスキー場を楽しんできたんですけども、すごい面白かったんですよ。もう例えばリフト乗るのにスキーの板持ってない人とか、なんだリフトの乗り方がわからない人とか、まあそれそうですよね、普通に考えて乗る機会がないからね。めちゃくちゃ面白かったんですけども、まあやっぱこういうもの珍しさから今日マジであるあるなんだろうなって思ったことは、ドバイに住んでる方々、スキー場の雪食べがちっすね。こちらがブルジュアリバです。日本ではドバイの噂みたいなあるやん、ホームレスが800万もらってるとか。実際にドバイに住んでる人に聞いてみようと思う。Is that true or false? It's true? Yeah.